こんにちは、サルです。この330円の無骨なアウトドアカトラリーですが、キャンドゥにも現れましたので早速購入してみました。比べるためにアマゾンで小さなナイフを備えたマルチツール類も購入してみました。どちらも1200円ほどで購入できるツールになります。こちらはビクトリノックスのね、もう有名なものですが、一番小さいサイズのナイフになりますね。それからこちらはバームーロンっていうんですかね、ちょっと変わっててね、とにかくこっちも小さいのでね、比較してみようと思って購入しました。合わせてローソンストア100で売ってるこのマルチツールだったり、あとダイソーのものですね、こちらについても大きさや使用感を比較してみたいと思います。今回のメインはこのアウトドアカトラリー、キャンドゥで発売してた330円のマルチツールになりますので、まずはこちらの方から開封してみたいと思います。ジャンコードですね、松野工業さんです。はい、かっこいいですねこれね。ちょっと外しますね。はい、今ですねグイッと引っ張ったら、このリングの部分が曲がって外れてしまいました。何なんでしょう。やらかしちゃいましたね。なんか330円なんで、所詮、この辺りはね仕方ない部分なんですけど、何でしょうね、これはもうなかったことにしてください。これは諦めましょう。この銀のね、なんか針金状のものでね、縛ってたのをギュッと引っ張ったらね、ちょっと悲しいんですけど、気を取り直してやってみます。こんな感じですね。はい、説明書とか書いてるんですけど、省略したいと思いますのでね、また興味ある方はね、こんな風にナイフとフォークとスプーンと缶切りですかね、がついててステンレス。サイズは 3×9 センチというふうに書いてますね。はい、開くとね、まずスプーンです。そしてこちら側を開くとフォークです。で、開くと外れますね。このあたりはね、よくあるギミックなので、知ってる人はね、知ってると思いますけど、はい、外れました。こうするとフォークとスプーン。で、ここがね、全く何のロゴとかも入ってなくてね、いいですね。キラキラっていうよりはちょっとヘアラインのようなね、ヤスリで擦ったようなデザインになってます。手にもね、馴染む感じ。そんなにちっちゃいイメージはないですね。なんでこれでフォークを使ったり、こちらでスプーンとして使ったり。なかなかいい大きさだと思います。ある意味実用的な大きさだと思います。めちゃくちゃ小さくはないですね。で、フォークとスプーンというよりはフォークとナイフとしてね、肉を切って食べる時なんかがあると思うので、その時はこうですね、こうですね、フォークで肉を刺してナイフで切って食べるという感じですね。はい、こんな感じになります。はい、このね、不愛想というか、全く何の装飾もないね、飾りっ気のないね、このデザイン、好きな人にはハマるんじゃないですかね。私は結構好きですね、これね。はい、そんな印象です。あ、ナイフもね、尖れてるので、最初からね、袋から出してそのまんま使えると思います。そんな切れ味がね、特別いいとは思わないんですけど、爪にね、きっちり引っかかる感じの状態で入ってましたね。はい、こちらにはね、缶切りですね。なんか2つついてますね。あ、こっちが栓抜きで、こっちが缶切りですね。けど、こういう感じになってますね。で、これを曲げると、そうですね。
この穴の部分でね、ロックされるような機構ということですので、2枚を合わせてずらして閉じてやると、こう少し固定されて、もう一本も閉じてやると完全に固定されると。まあ、多少ガタつきあります。どうでしょうね。1ミリはあるかないかぐらいのガタつきはありますけど、まあ外れることはないのでね、いいんではないかなと。こうやって使ってもいいんですけど、まあちょっとガタガタして気になるんだったら、まあ、外してね、常にこの状態でスプーンを使ったり。少し残念なことに気づきました。説明書によると、フォークとスプーンを広げるとロックが解除されると書いてるんですけど、実際にはですね、これフォークを広げた時にはすでにロックが解除されてしまいます。ちなみにフォークではなくてスプーンを伸ばした時にはロックは外れないんですね。ところがフォークを広げた時だけはロックが解除されてしまいます。したがってフォークだけ使いたい時は外れちゃうので、外して使わないといけないんですね。これがスプーンだけ使いたい時だったら、外さなくてもスプーンだけ広げて使ってもロックは外れないんです。これなんでかなっていうとですね、わかりました。このロックの部分の精度がですね、かなり悪いんですね。これフォークの場合はですね、曲げていくとこちらの部分、これが正しい位置にありますので、曲げていった時にこの穴の中に出てくるんですね。でこのちっちゃい穴の部分だけが隙間が空いてますので、こちらだとフォークを倒した時にはロックがきちんとかかるんです。こういう感じです。はい、要はこの部分が正しい長さでカットされてるからですね。ところがスプーンについてはこの肩の部分がですね、おそらくちょっと足りないんです。本来はあと3ミリぐらい肩が上に上がってないといけないと思うんですけど、残念ながらここまでグイッと切り込んでますので、これを倒しても、はい、この部分がですね塞がれないんですね。まあわずかに見えてます。ちょっと見にくいと思うんですけど、この部分ね、1ミリもないぐらい、わずかに出てくるんですけど、ほとんど出てきません。だからここがですね、全然ロックの機能が果たされてないんですね。もうひとえに、この肩の高さが低いんです。もうちょっと上までないといけないんですね。って考えたら、ちょっと加工精度が気になりますね。フォークは正しい肩があるんですけど、スプーンには肩がないんですね。これは個体差なのか、たまたま私がハズレを引いちゃったのか、これはもう一個買ってみないとね、判断できないんですけど、そういう残念なことに気づきました。こちらは友人からのいただき物で、少し高いんですけどね。ただこれについては、フォークだけ伸ばした場合でも、ほぼガタつきはないんですね。で、もちろんスプーンだけ伸ばした場合も一緒です。ガタつかないですね。もうほぼ動かない。まあ作りがね、成功なんだと思うんですよ。で両方伸ばした場合だけはこんな風に外すことができます。ということで、まあ本来はね、多分こういう風に作りたかったんじゃないかなと思うんですけどね、まあ、なかなか、まあ価格の問題もあってね、実現できなかったのかもしれませんけど、少し残念な気がしますね。はい、スプーンだけ曲げた時にこの穴の部分がですね、はい、半分塞がれるんですね。でフォークも同じです。曲げた時に穴が半分塞がれる感じなんですね。なので、この2つをつけることによって、まあ例えばフォークだけとかスプーンだけ曲げた場合でもしっかりとね、
こう固定されて外れなくなるという、まあ、精密な作りになっていると思います。合わせて、この穴もですね、よく見ると中央に開いてないんですね。下はもう、外れそうなぐらいね、中央に開いてないというのも少し残念ですね。そうやってよく見ていくと、このフォークもですね、先端がこっちはですね細いんですけど、こっちは太いんです。したがってこの幅を測ってみるとですね、左から順番に 1.8mm、 真ん中が 2.0、 右端が 2.3mm あります。まあ気にしなければいいんですけど、ちょっとですね、その加工精度の甘さから確認してみたらそういうことが言えました。いずれにしてもこちらの説明書にある通り、フォークとスプーンを広げたらロックが解除されるのではなくて、この個体についてはフォークを伸ばしたらもう解除されてしまうということが、ちょっとね残念だなという感じですね。個体差なんでしょうか、どうなんでしょうか。まあこのあたりね、パッケージの外からも見えるんだったらよく見て、幅がね明らかに違うというものではないものをね選んだ方がいいと思いますね。強度的にも特別強くはないですけど、まあ実用の範囲かなと。少し柔らかいかな。硬いものね、これで刺すと多分ね曲がっちゃうと思います。だから梨とかね柿ぐらいは全然 OK ですけどね、すごく硬いものはちょっと曲がりそうですね。そんな強度ではあります。まあ330円のね限界というんですかね。はい、そんな感じです。あとナイフね、ナイフが結局一番大事だとは思うんですけど、ナイフについてはね、フォークよりは強いですね。これはいいと思います。はい、普通に使えると思いますね。はい、それからビクトリノックスですね。はい、こちらはね、最も小さいと思われるツールなので、このぐらいの大きさですね。先ほどのものと比べてもね、こう一層小さいので、まあ、その小ささを最重視した商品となります。あ、こちらもね最初から切れそうですね。エスコートですね、これね。でナイフの他に爪ヤスリですね、こういうのがついてると。ちょっとマイナスドライバーっぽいね、こうプルタブを開けたりするね、これがついてるという本当に必要最低限のものとなります。あ、ここは一応ピンセットがついてますね。はい、まあ、この辺100円ショップのものと、ね、似てるんですけど、こういうねちょっと先端の尖ったね爪楊枝のもの、これはプラスチックみたいですけど、はい、とにかく小さいですね。これはね、小ささという意味でいい、小さいものが欲しい、ね、薄くて小さい、そういう印象ですね。キャンプ場にね持っていこうという時に入れる場所がないなと思ったら、ポケットに入れたりしなくてもね、お財布なんかにも小銭入れにも入りますね。それぐらい小さなものになりますので、どこにでもね入るこんな大きさというところはね、いいんではないかなと思いますね。はい、そういう使い方ができるナイフとなります。ちなみにこれの刃の部分は 3.3 センチぐらいになりますね。はい、小さいですね。小さいけどやっぱりねビクトリノックスなので、それなりにしっかりした作りというイメージです。それからこちらは小さいマルチツールのバムロンっていうんですかね、ちょっと読み方わかんないんですけど、開封してみます。こういう黒いねケースに入ってますね。でこんな感じですね。はい、いいですね。ここにねカラビナがついてますのでね、ベルト通しなんかにかけることができまして、開くと、はい、いいですね。これがペンチですね。ペンチとワイヤーカッター、ね、この ノーズの部分とね、このちょっとこう広がった部分、プライヤーの部分、全部備えてますね。まあ一般的なペンチですね。はい、
持つところがねちょっとこう曲がってて、まあ、これ持ちやすいと感じる人と持ちにくいと感じる人といるかもしれません。私はねどっちかとまっすぐの方が好きなんでね微妙なんですけど、まあまあ使いにくいっていうことはないですね。はい、そういう感じに思います。それからここに、小さいねプラスドライバーがついてますね。これかなりちっちゃいですね。多分1番っていうんですかね、ちっちゃいプラスです。それからこれを出すと、あ、ここがよいしょ、また栓抜きがついてますね。あとちょっとこうギザ刃のねナイフかな、なんかこうノコじゃないんですけど、ギザギザのついたもの、まあロープを切ったりねする時のものがついてますね。はい、ロックはないんですけど、まあしっかりとしてます。まあまあですね。それからこちらが、はい、ナイフですね。今回はね小さいナイフを備えたツールということで共通してナイフがあるんですけど、このナイフもこれ切れ味が良さそうですね。先が尖ってるんでね、ちょっと注意しないとね危ない感じです。で、これ短いですね。刃渡りで言うとこれ 3.3 ぐらいかな、 3.4 センチぐらいなります。さっきのとほぼ一緒ですけど、まあ厚みがねさっきのよりある感じでちょっと頑丈ですね。こっちの方が今まででは一番頑丈になります。はい、なかなかいいんではないでしょうか。まあこういうものはねメインとしてあくまでペンチを使うっていうケースが多いんじゃないかと思うんですけど、ただ畳むとねとってもコンパクトでこのサイズですから、厚みもですね 1.2 センチぐらい、全長でいうとまあ約ですけど 8.1 センチぐらいという大きさになります。比較としてはこのダイソーのねマルチツール、見た目パッとね見るとまあ同じ感じに見えるかもしれませんけど、手に持つとこっちの方が明らかに重たいです。厚みもねこっちの方が厚いです。だからこれよりもコンパクトに感じますね、随分と。でこちらの場合だと、はい、これはとってもね持ちやすいですよね。こう持ちやすい形状になってます。持ちやすさでいうと明らかにこっちの方が持ちやすいので、こちらについてやっぱ小さい分持ちやすさ少し犠牲になってます。先端の大きさはねほぼ一緒ですが、少しだけダイソーの方が大きいですね。精度はいいですね。先端がずれているとかいうことはないので、うん、まあよりコンパクトな方がいい人はこちらという発想でいいかもしれませんね。あとこちらの場合はねさっき思ったんですけど、ナイフがね割と小さい割には厚くてしっかりしてる感じなので、ダイソーのやつはですねナイフがね本当にチャッチーンですよね、まあ、切れなくはないんですけどっていうね、ナイフ的にはこっちの方がねなんか使えそうな感じはあります。はい、まあこちらも使えなくはないんでねいいんですけどね。メインはこのペンチだと思いますので、ペンチを少しコンパクトにしたい、あとダイソーであるものとは少し違うものが欲しいっていう場合にはね1200円でお手頃ですし、いいんではないかなというふうに思いました。はい、私の場合はねセリアのこういうマグネットリリーサーっていうんですかねを穴を開けてねくっつけてますので、持ち運ぶにもね便利ではあるんですけど、ただやっぱりね使う時にこれが少し邪魔になることがありますのでね、こう使おうとしてここに挟まったりね、だからできればこういうのない方がいいんですけど、ただダイソーのはねこういうのつけないと引っ掛けるところがないので、まあ、仕方なくつけてるっていう感じではあるんですけど、こちらについてはねこのカラビナがついてますのでね、とってもそれはいいんじゃないかなというふうに思います。最後はこのローソンストア100ですね。これはねダイソーで売ってるこういうポケットナイフとも一緒ですけどね、まあ今までのよりはねナイフが大きいんですよね、まあ、比べたらですけど、5.5 センチぐらい刃がありますのでねやっぱり大きいです。その分ねちょっと大きいものは切りやすいですね、今までのものよりはね。でローソンストアのものにはですねハサミもついているので、まあ切れるかどうかって言ったらちょっと微妙な、サイズではあるんですけど、よいしょ、こういうね、はい、例えばちょっとね、テントを出したら糸がほつれてねダラーンとなってるとか、そういう時なんかはねナイフで切ろうとするとね
余計にこうほつれたものがねほどけたりするんですけど、まあハサミだったらね綺麗に切れますので、そういう時には使える程度のハサミという感じですね。まあ、ないよりはあった方がいい程度の機能なんですけど、まあ比較的便利かなというふうに個人的には思ってます。個人的な感覚ですが、ナイフだけで使い勝手を比べてみると右の方から順番に使いやすいかなと。でこちらについてはナイフとしてではなくて、まあ、食事をする時に持っておきたいツールとしてはもうベストだと思いますね。ペンチとしての機能であれば、より小さいのはこちら、ただ持ちやすくて、使いやすいのはこちら。まあ大きさに比例するっていうのはあると思うんですけどね、使いやすさは。あと小さいことが最優先と、まあ、小さくて薄い、間違いなくですねこのビクトリノックスのエスコートですね、もう財布に入っちゃうというね、めちゃくちゃ小さいですから、本当にこれはねどこにでも収まると思います。レザーマンのようなね高価なものを使えばまた優れた商品は多々ありますので、そのあたりは人それぞれで気に入るポイントというのが違うと思いますので、ご自身にとっていいなと思うものを選ばれたらいいんじゃないかなと思います。もちろんこれ以外にもねいろんなものがありますので、これがいいよっていうのがあったらねコメントで教えてください。よろしくお願いします。ということで今回の動画いかがだったでしょうか。まあ、とにかく小さいねナイフを備えたマルチツールということで5種類用意してみましたが、いずれもねやっぱ使い方にね少しこう特徴がありますよね。ナイフ中心に使いたい場合とか、食べ物食事の時とか、もうちっちゃく収納できるとか、まあペンチが優秀とかね、まあ全てを備えててクリップがついてる、まあ、バランスがいいものとかね、いろんな価値観によってどれがベストかっていうのは変わってくると思いますので、そのあたりは視聴者の方がご判断いただければいいかなと思います。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がいいなと思った方は高評価ボタン、それからチャンネル登録もよろしくお願いします。